さて、一旦仮組みをしましたダグラムですが、ご覧のようにバランバランになっております。まあ、ここからですね、本格的な組み立てに入っていくわけなんですけれども、まずですね、このキット、合わせ目を消さないといけないところもありますし、後はめ加工をするところもあるということで、一旦バラバラにしながらですね、どういうふうにやっていくかというのをまあチェックしていたわけなんですが、ただただこのバラバラになっているこのあたりの部品に関しましては、パーキングラインを消したり、引けているところを消したり、あとちょっとすり合わせが良くないところ、まあ、前回紹介しましたが、この部分とか、こうね、結構合いの悪いところがありますので、そういうところをですね、今一度、チェックをして、表面処理をしていくと。まあ、それだけでも結構な作業量になるんですが、プラスですね、もうこちら、接着してあります。あ、これはしてないや。こちら側は接着した部品ということで、合わせ目消しをしなければいけないわけですね。で、まあ、これなんか肘のちょっと上の部分になるんですが、まあ、こういうところは普通に消していきます。で、今回の多分、回収されたところの一つがこの太もものパーツだったと思うんですが、これもですね、こういう形になってまして、前後で分かれてるんですね。このあたりも、モールドとして処理できますので、接着しなくても大丈夫と。まあ、そのおかげでこれをですね、先に処理をしてからでも後でこうはめればいいということで、まあ、ここの合わせ目も消してあげて、ちゃんと筋彫りもですね、また彫り直してやるという作業になると思います。で、こちらのですね、ターボザックのキャノン、これ何だったっけこれもですね、リニアカノンか、リニアカノンも、合わせ目がバッチリとありますので消してやります。で、この先の部分ですね、ここにも合わせ目があるんですよ。こういうふうにこう差し込みますの で、ここは、やっぱり消した方がいいだろうということで、これ全部そうなんですけども、この流し込みタイプの接着剤を塗って、で、ムニュムニュムニュっとしてあります。流し込みタイプの接着剤は乾くのが早いので、この後すぐに合わせ目消しの作業に入りやすいということになっています。ミサイルポットもここ合わせ目あるんですけども、一部ですね、幅の広いここモールドがありまして、ここは筋彫りというかね、一段へこむ段落ちモールドのような形になりますので、こっちは消してここは残すという形になりますので、仕上がり具合によっては筋彫りをもう一回ですね、タガネで彫り直してやるというのもありかもしれませんね。ターボザックこの辺りも合わせ目消しをしてあげます。で、3箇所ほどちょっとポイントがあるのかな。このお腹の部品の後で、これをですね、もともとはこういうふうに挟み込んで接着するようになってるんですね。で、これをなんとか削って後はめ式にできないかなと思って、一旦ここ削ったんですよ。ね。削ったんです。でもこっちは接着してあります。で、これを接着した上で、はめられないかなと思ったんですけど、ちょっとここがどうにも当たるんですよね。で、これを削ってやるとごっつい隙間ができてしまいそうなので、もうここはいいかなと、そういうやり方はやめて、ここの合わせ目のところを段落ちモールド、ガンプラでもよくやるパターンですね。ここを段落ちモールドにして、もう後から塗装後にはめると。ですから、結果的にはこれ削らなくてよかったってことになるんですけども、はい。ここは合わせ目消しというよりも、もう段落ちモールド処理ということに切り替えました。で、次はですね、顔ですね。顔のところも、これ、ここが合わせ目が目立つんですね。ここが見えるんで、ここ消してやりたいなということで、接着するんですけど、したんですけども、このシートですね。シートは挟み込むようになっていたので、その当たるところを削ってやりました。なので、後からこうコクピット中にシートを入れてあげることができます。はい。ですから、これ塗装後にはめられます。で、上にあるこれ何ですかね？これレーダーなんですかね？これも本当は挟み込みタイプになってたんですけれども、こう穴がありますよね。で、この軸の挟み込むところだけを削り落としました。もうちょっと小さくて全然わかんないと思いますけど、
でそれで後からこう差し込むことができますんで、まあ、ここ接着するんでそれでいいかなということですね。でここね、この耳のところなんですけども、これこういう風にカバーをつけるようになってるんですが、ここもね結構この渋いんですよ。で奥まで入り込みにくくなっているので、まあ、これはあの後はめ加工とかとは全然違って、クリアランスの話になるんですけども、当たりそうなところ結構中削ってあげました。もう見えないんでもう大胆に削っていいと思います。で、まあ大体これでスッと奥まで入るかなというところですね。結構こういうところこのキットたくさんありますので、何度もこうチェックしてはめたり外したりしてですね、綺麗に収まるように頑張っていきましょう。あとはここですね、ふくらはぎ。ふくらはぎをこの足首の上、なんていうのかな、これすねか、すねとふくらはぎでいいのかな。でここってまあハサミ、これも挟み込むタイプになってますんで、これ合わせ目を消してやるには先に接着してから塗装してやるっていうのもいいと思うんですよ。これ同じ色なんでね、同じ色なのでもう先に接着してやるというのも手だったんですが、私的にはちょっとこの当たるところを削って、後はめ加工をしてやりました。これうまくいく、はいなさい、こういう風になったんですね。これで後はめができるようにしました。まあどっちがいいかなっていうところなんですけどね、これ結局同じ色に塗るんで、まあ先にもう接着してやってもここで合わせ目消ししてもいいかもしれないですね。ここそのまま溝というかね、筋彫りのような形になってます。モールドでねなってます。でここに後からこの膝のところですね入れてあげれば形になるので、そっちの方がいいかもしれない。今言いながら、あ、そっちの方が良かったかなと思ったりもしたんで、もうここまでやっちゃったんでもうそのまま行きますけど、これちょっと、あえて無理やり後はめにする必要もないかもしれません。今ちょっとそう思いました。このあたりはご自身の判断でやってみてください。リニアガンもここは接着して合わせ目を消してやるということですね。特に後はめ加工とかしなくてもこれもともと後からはめるというふうになってますんで、これでいいかなというところですね。はい、ここもふんどしのところもここ合わせ目がありますので接着してやりました。これね別の色なんですけれども、これもどこ行ったかな、どこ行ったかな、あ、これだ。これをかぶせるようになってるんですね。これをかぶしちゃえばこの内側のパーって全く見えなくなりますんで、もうここはここのこっち側の装甲と同じ色に塗ってしまってもまあさほど問題はないかなと。よっぽどこう下から覗き込めば見えなくもないんですけれども、まあ、気になる方はですね塗り分けてあげればいいのかもしれません。というようなところで、はい、ざーっと説明しましたけれども、まあ、接着までできましたので次は全てヤスリがけで綺麗に表面処理をしていきます。それではですね、段落ちモールドを実際に施していきましょう。筋彫り道からね段落ちモールド専用工具なんていうのも売られてはいるんですけれども、まあ、価格が高いっていうのもありますし、でまあね、いきなりそこまでしなくてもいいかなんていう方もいらっしゃると思うんですよね。で私もそこまでまだ段落ちモールドを頻繁に施してるわけではないので買ってないんですけども、まあ、正直欲しいですね欲しいですね。で、まあ、そうなる前に、まあ、お手軽にやる方法ということでこれネットで調べて、まあ、動画で見たんですけども、それをまた今回もやろうかと思いますけど、今これね、プラ板をカットしてます。適当にもうちょっとカットしようかな。今形に合わせてやればいいんですけど、ハサミでこうビューッとこう適当に切ってやるんですね。まあ、プラ板ですからそこは簡単に切れるんですよね。でこの切ったものをガイドにするんですけども、あれどこ行った、これか、これのここにこう合わせてやるんですね。そしたらこうぴったり合うじゃないですか、ここね。合ったところにこの筋彫り道の同じ筋彫り道の
これは BMC タガネです。 BMC タガネの 0.7 だったかな、 0.5 だ、 0.5 ちょっと細いな、 0.5 はちょっと細いな、もう少し太いのがいいな。ここにまあ BMC タガネいろいろ入ってるんですけど、これ何だったかな、あのスターターキットみたいになってるね、あのお買い得の5本セットの分に入ってた分なんですが、そこから 0.7 を使います。1もあるんですけど、1はちょっと太すぎるかなということで、ちょっとこれ外しますね。なんだ 0.5 か、 0.5 を外して 0.7 にします。もうここはあの皆さんお好みのものでいいかと思います。でこの部品にこのプラ板ガイドを当てます。プラ板の幅はなんぼでもいいんですけども、まあ、カチッとしたいのでちょっと厚めのやつがいいかなと。あとはこのプラ板に沿ってここをパーツをなぞってあげて、ここに筋彫りを要はしてあげるわけですよね。こうね、パーツに筋彫りを施す。はい、だからまあ本当やってることは筋彫り作業なんですけども、結果的にできるのは段落ちモールド、そういうことなんですね。これだからまあ筋彫りはやってると、でタガネは持ってるということで、タガネはあるんだけど段模は持ってないという方向けの作業ということでね、やり方でございますね。これ本当は力を入れずにこうなぞっていくだけでどん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 掘れていくんですね。まあ、これ余談になりますけど、この BMC タガネって本当に今もかなり売れてるよう で、あの直販サイトの方でも、まあ、サイズを決めてのようですが抽選販売を行ってるんですね。私とりあえず必要な分はまあまあ持ってるといえば、大体ちょっともうちょっと欲しかった分もあるんですけど、あの抽選販売ということになってますんで、欲しいと思ってらっしゃる方は一度サイトをご覧になってください。筋彫り堂さんのサイトです。これちょっと分かりにくいんですけどね、ピントも多分来てないと思うんで、要はここがこう一段落ちるようにここでこう筋彫りをしてあげたということですね。やってるのは簡単なことなんですけど、最初にこれを思いついた人はなかなかのアイデアマンだなというふうに思ったわけですが、はい。まあこういうふうな作業を、まあ両サイドやってあげると、この合わせた時に、ここがね、段落ちモールドになると。まあこういう流れです。やってみてください。お手軽段落ちモールド。